よろしくお願いいたします。京都大学ゲノムセンターの飯田と申します。今日ご紹介しますデータベースですけれども、私の今所属しております、ゲノムセンターでは、滋賀県のですね、長浜市の皆様と協力して行っております長浜コホート事業ですね、こちらを軸にしまして、さまざまな生態内の情報を収集しております。で、それらの収集した情報を使って何かしら疾患の解明に役立てていこうということで研究を進めております。で、本日ご紹介させていただきますデータベースの内容の一部につきましても、この長浜事業で収集したデータの一部並びに各共同研究先の施設の先生からいただいたデータを統合して構築されたものとなっております。で、そういった経緯もございますので、今日前半はですね、この長浜事業並びにデータベース事業の概要につきましてですね、簡単にご説明をさせていただいた後で、実際にデータの方をご覧いただくという形で進めてまいりたいと思います。でまずコホート事業の方なんですけれども、課題名としましては、網羅的統合ミックス解析を用いた難病の原因究明と新規診断治療法の確立ということで、目的としましては、コホート事業によって収集しておりますさまざまな生体内情報ですね、ゲノムですとか遺伝子の転写量ですとか、これは代謝物のようですね、こういったものを用いまして統合ミックス解析を行いまして、先生医療に有用なバイオマーカーですとかゲノムの情報を抽出しまして、疾患の予知ですとか診断予防予測だけではなく、治療薬ですとか創薬の開発に役立てたりということで進めております。で、ここで申し上げました先生医療といいますのは、発症前診断と治療的解明に基づくコンセプトの予防医学でありまして、先ほど申し上げましたゲノムですとかバイオマーカーの情報をもとに、早期の解明を行いまして、疾患の発症の防止ですとか進行の遅延といったものを目指した、いわゆる好みということになります。このためのですね、有用なマーカーを探索するために、京都大学では2007年からですね、疾患だけではなくて、人の持つ健常な体質の多様性ですとか老化にも目を向けた多目的型の人生物学という長浜コホート事業を開始いたしまして、滋賀県長浜市の北部にありますけれども、そこの住民の方々、約1万人の同僚を入れた方々を対象に、5年ごとの詳細な健康診断とフォローアップを行っているという状況でございます。この長浜市の市民の皆さんなんですけど、比較的この、事業に協力的であるということと、住民の移動が少ないということがありまして、そのフォローアップ等が、容易な環境ができているという状況です。第1点のですね、ベースラインというところは終わりません。今年の2014年はちょうど第2期 のフォローアップの時期に当たるわけですけれども、現在までに約1万件対応の生体資料を収集いたしまして、でここから解析並びに抽出した網羅的なスニップのタイピングの情報が約4000件対応
で、倉庫のシークエンスの情報が約300ケタ、転写率を測定したデータが同じく300ケタ、で、代謝率を測定した情報が約2000ケタ、その他、生徒の検査値ですとかアンケート等々の情報が、約3000項目弱ですね。こういった情報を、収集しておりまして、インハウスのデータベースに、蓄積しているという状況でございます。で、今日ご紹介しますデータベースの中にはこの適正タイピングの情報とこのエクソームのシークエンスの情報、並びにこの転写物の情報が集載されております。で、現在はですね、ベースラインで、測定した情報をもとに、統合ミックス解析と称しまして、さまざまなデータの間の、相関を見るという、網羅的なその相関解析を行っております。で、簡単な例をお示ししたいと思いますけれども、これはですね、結晶中の代謝物の量とゲノム多形の関連、いわゆる QTL 解析と呼ばれるもので、この例ですと結晶中のアミノイソプチリックアシッドの量が、ゲノムの多形の影響を受ける。この多形の例ですと GG の負荷を求める、 AA の負荷を求める、こういったような相関が得られています。この他にもアミノ酸ですとか糖ですとか有機酸といったものが、非常に強くですね、ゲノム多形の影響を受けるということが、だんだん分かってきております。で、これも似たような解析なんですが、これは遺伝子のこの転写量ですね、転写量とゲノムとの関連名、いわゆるエクスプレッション QTL、EQTL 解析と呼ばれるものです。こちらもですね、この例ですと RPS26 という遺伝子の発現量がその周辺の多形の影響を受けるということが分かってきておりまして、この例ですとこの RS のGC の方が最も低く CC の方が多かったと、こういったような発現量の分布をジェノタイプごとに分けて見ることができます。で、この EQTL 解析を、ゲノムワイドに網羅的に行いまして、大体遺伝子の転写領域から、どれぐらいの距離、どれぐらいのパターンでこういった EQTL が見られるかということについて、サマライズした論文が、つい最近、パブリッシュになりましたので、より細かいデータの内容につきまして、ご興味がございましたので、この方を、参考にしていただければというふうに思います。その他にも、例えば代謝物と、例えば性別と年齢との関係、こういったものを見ております。この例ですと、横に代謝物が並んでおりまして、比較的明るいこの代謝物が、相関が高いということを示しておりまして、結晶中の代謝物を、測定することによって、性別ですと、8、9割ぐらいが、判定することが可能ということです。今回、簡単にそのゲノムと代謝物ですとか、ゲノムと遺伝子の発現量、並びに代謝物と、例えば性格を検査していきたいような例を見せしましたけれども、こういったさまざまな組み合わせが、考えられまして、こういった網羅的な相関解析を通して実際に疾患に、関連付けられるようなバイオマーカーを今後観察していくという予定にしております。広告事業の概要を、簡単にご説明しましたけれども、何かご質問とございませんでしょうか。内容でしたら次にですね、データベースの方の概要につきまして、簡単にご紹介したいと思います。課題名としましては、少し長いですけれども、難病関東の疾患分野の医療の実用化研究事業を成果をもとにした原因遺伝子変異データベースの構築、
なっています。で背景としましては、まあ、全ゲノムあるいはキソムシークエンスは、まあ、各研究施設で、まあ、簡単に比較的簡単に読めるようになってまいりまして、まあ、こういった情報ゲノム情報が各ラボで、まあ、加速に蓄積されているという状況がございます。でこういったあ、まあ、情報をなるべく、まあ、シェアして、効率的な研究を、まあ、サポートしようということで、この事業では、まあ、各研究拠点機関が連携をいたしまして、こういった事業を、まあ、拠点情報保護の下で、標準化人会の上公開しまして、研究所の皆様に使っていただこうということで、事業が開始されました。こちらが研究にご協力をいただいている5拠点と10班の各研究施設と代表の先生方の全国各地の施設からご協力をいただいて成り立っている事業になっています。で、今回のデータベースのメインの内容としまして、約1200名のですね、健康な日本人のピクソンのデータを収集いたしました。で、まあ、現状さまざまな過去の国際プロジェクトで読まれた日本人のゲノムの情報の検体数と比較しましても、まあ、現状最大規模を保っているという状況でございます。こちら具体的にですね、データをいただいた5拠点の各研究施設と検体数の内訳ですね。トータルで1208名分のエクソームのデータです。で、このうち京都大学から提供しております300検体分のエクソームにつきましては、全く同じ300検体につきまして、転写物、転写遺伝子の転写量の情報を測定しております。これはアジレントのマイクロアレイを使っております。で同じくこの300検体についてはゲノムワイドな SNP のタイピング情報も収集しておりまして、ここで収集したそのゲノムの情報と、この転写物の情報をとの相関を解析したのが先ほどのお話になります。で、現在データベースに記載されている情報をまとめますと、遺伝子ならびに染色体の情報と現在公開されているゲノムの変異情報と一緒にと、あと今回のメインになりますエクソームの情報が1108検体分、スニークのタイピング情報が3208検体、これは長浜からのデータになります。さらにパッティックの発現情報が約300検体、こういった内容になっております。今回1108名分のエクソムのデータを収集したわけですけれども、それを収集して明らかになった点、簡単な点ですけれども、大体過去の報告とですね、変わらず、要は、たくさん検体を収集すると、その人種特異的なものが見えてくるという状況です。すなわち、同定された変異のうちに、変異のうち約半分近くは、日本人、公共のデータですね、存在しない、日本人特異的と。ような変異でした。でそのうち約9割近くはアレルギー頻度が 0.5% 以下、非常にレアなものです。でさらにそのうち6割近くはアミノ酸の変化を伴う、すなわちタンパク質の機能に何かしら影響を与える可能性の高いものでしたので、こういった要は日本人の健常者を持っている変異の情報が実際に疾患に関わる変異を同定する際に役に立つであろうということを期待しているところでございます。
で、このデータベース引き続きですね、拡大維持、していく予定にしておりますけれども、ぜひ先生方とかですね、こういった事業にご協力いただける、データを提供いただけるという方が先生方おらしいらっしゃいましたら、ぜひご協力いただければというふうに思います。簡単に、コホート事業並びに、データベース事業の概要について、お話をいたしました。でこの後ですね、実際にデータベースの内容をこちらいただきたいというふうに思っています。はい、それぞれの施設からこう検体データが寄せられているんですが、はい、正常人の要件というのは各施設で違ってたりしないですか？そこはですね、もう各施設に今お任せしているという状況なんですけれども、各施設で要は各施設興味を持っておられる疾患の患者さんの検体ございまして、それのコントロールとして取られたものという定義になっています。コントロールの方がほとんど、はい、同じご家族の方ですとか、その疾患の同定に使うためにその施設で取られた正常な病気になってかかっていない、特定の病気かかっていない方のデータを今回いただいております。京都は生ハムの方、はい、はい、ありがとうございます。でですね、まずは一番目に書いてあるアドレスの方にアクセスをしていただきたいと思いますけれども、それとこういった画面が表示されるかと思います。最初に申し上げておかないといけないこととしましては、こちらのデータベースは基本的なですね、インフォマティクスの研究者の先生方にデータをダウンロードして手元でお使いいただくということをある程度想定して構築をいたしましたので、そういった関係もございまして、インターフェースの仕様といいますか、アクセスのスピードの最適化という意味ではあまり、こういった講習会向けではないといいますか、少しタイムラグがあるかなと、先ほどのような状態にならないかなということをちょっと心配して次第でございますけれども、このトップページですね、必要最低限の機能としまして、遺伝子名ですとか RSID 並びに疾患名ですね、これ登録があれば引っかかるんですけども、並びに染色体番号での検索機能を実装しております。ので、まずですね、どうでしょう、先生方のご興味のある遺伝子名等で昔は検索をしていただいて、ブラウザーのビューの方にちょっと移行していただくことをちょっと試みていただければと思います。おそらく少し時間がかかると思いますので、しばらくお時間を取りたいと思いますけれども、その間前半部分の内容につきまして、ご質問等ございましたら、もちろんこれは検体を採取した時点での健常者という意味ですので、そういった方も含まれている可能性はございます。で、病的変異かどうか
ていうことは、まあ、これから詳しく見ていかないとわからないと思うんですけども、少なくとも、検体を採取した時点で健常者である方の DNA から特定された変異であるというご理解で大丈夫でしょうか。例えば、伝染病の患者頻度を求めたいなんていうときに、はい、なかなか施設で1000人ばかの検体というのは大変な場合に、そういったデータベースを利用していくということは可能なんでしょうか。そうですね、実際このデータベースを閲覧いただいて、そういった頻度の参考になったというなんですか、ご連絡をいただいていますけれども、ただ、若干心配しておりますのは、各施設で変異が同定された場合のみ、そのデータが京大に集められるということになってますので、要はいずれかの施設で変異が見つからなかった場合は、その部分に関するデータは京都大学には届いてないんですね。という意味で、ちょっとオーバーエスティメイトする可能性がございます。頻度に関して。対立な京都大学に集められているのではなくて、各施設が解釈した見つかった分を考慮したり、はい、はい。ちょっと今日少し前に話がありましたが、VCF フォーマットって、まあ、次世代で解析した後でアウトプットされるフォーマットがあるんですけども、それの、要は変異がある場所のみの VCF フォーマットをいただいているという状況です。おそらく各ラボに戻られてですね、DMC にアクセスいただいた際は問題なくデータが閲覧できるかと思います。まあブラウザーの方に行きますとですね、まあ、大体こういった感じのビューが見えてまいります。まあ、ちょっと今は多分無理だと思うんですけど、染色体番号等々をクリックしていただくとですね、まあ、こういった感じで要はどういったデータが入っているかというのを、まあ、ある程度俯瞰して見ることができます。で、この例ですと、まあ、上から EB スニップの情報ですとか、まあ、遺伝子の情報、あと今回読まれたエクソームの情報、この全体ビーム界での要はスニップのタイピング情報ですね。で、それぞれのタイピングの結果から得られたアレの頻度の情報のトラックがあります。で、これはですね、縦軸がリファレンスでない側のアレの頻度を0から1の範囲で、示しております。で、各エクソームとタイピングについて、何人ぐらいで解析が行われたかという情報と、エクソームにつきましてはどれぐらいのカバネージで踏まえたかという情報がそれぞれトラックで表示されます。EQT に関しましてはシスト、トランス分けて、それぞれトラックを用意しておりまして、あと後ほどまたお話ししますけれども、日本人で、ある疾患の原因ともうすでに分かっているものについては、ご登録いただけるような仕組みを作っておりまして、まあ、そういった登録があるとスジークバリエーションのトラックに、まあ、データが表示されるという状況。で、ある程度拡大していただくと、まあ、こういったビューになりまして、遺伝子並びに EB スニップの情報は、
NCBI へのリンクが貼られております。で各トラックは、まあ、削除したりですとか追加したりですとかブラックで入れ替えたりということができます。でこの辺の矢印をこう使っていただくと、まあ、各トラックのヘルプですとかあとこの縦軸の切り替えですとか等々ができるようになっています。で、各ランドマークマウスオーバーでもですね、まあ、簡単な詳細情報は見ることができますが、まあ、実際にはこのどれかのマークをクリックしていただくとこういった詳細なテーブルが出ます。でこれはアレル頻度の詳細テーブルですけれども、左側染色体の番号と位置情報 RS があれば RSID でアレルの情報とアレル頻度の情報でこちらはゼノタイプのカウントの情報です。であと何検体で読まれたかカバー率と、アレルヒンドの、まあ、グラフ表示簡単なアノテーション情報であとどの施設で同定されたかという情報とあと各施設どのプラットフォームで読まれたかといった情報がテーブルで、表示されます。でこの塩基とこのバリエーションの種類ですね、シノニマスかノンシノニマスかといったことで、まあ、色分けして表示されるようになっておりますし、この小さい矢印がある項目についてはソフトしてなるべく変えてみることができます。はい、まあ、今回そのさまざまな施設からデータを収集しておりますので、ここに記載しておりますようにさまざまなプラットフォーム並びにさまざまなそのエクソームのキャプチャーキットのデータが混在しているという状況です。で京都大学でもハイセックとソリッドの2つのプラットフォームでシークエンスを読んでおりまして、これはその2つのプラットフォーム間で関連解析を行った結果なんですけれども、非常に深刻なですね、インフレを起こします。で地域を見ていただくと分かるんですけれども、まあ、大体のテロメアですとかでセントロメアあたりにピークが出てまして、おそらくこのショートリードにマッピングのですね、アンビギュイティに由来するものだろうというふうに、まあ、想像できるわけですけれども、どちらかのプラットフォームでしか検出できないようなスニックもございますし、では一般的な一般的と言っていいかわからないですけど、GHDK で推奨しております、要はクオリティコントロールですね、をアプライした後でも、やっぱりこうインフレが残ってしまうという状況です。で、まあ、こういったデータを見ますと、まあ、このエクソームデータ、特にその、さまざまなプラットフォームが混在しているエクソームの情報を用いて、エクソームの関連解析を行うという意味では、まだまだちょっと課題が、山積みかなといった印象なんですけれども、このデータベースのデータをご利用いただく際には、こういったデータが含まれているということをご理解の上、ご活用いただきたいというふうに思います。ハイセックで飲む検出とかアスリートを飲んで検出っていうデータは、正しいけど相手方のもう一方の検査機器で検出できなかったのか、あるいはアーチファクトみたいなもので出てしまっているのか、現状両方含まれていると、細かくまあちょっと解析してないんですけれども、まあ、要はどちらか全く同じ場所でどちらかでしか見えてないっていうバリエーションなので、まあ、機械の癖等々もございますし、まあ、どちらかが間違っているっていうところも、まあ、全てちょっと込みでのこれはデータ。異なる施設で異なる機器っていうのもありましたけど、同じ機器を扱っていても解析条件、例えばレクシルが違うとか、そういったことでもなんか差が出てくるところがあると思うんですけど、そういうこととか何か分かってる情報とかは、もちろん京大内のデータに関しましてはそういった詳しいデータがあるんですけれども、各施設からいただいているデータに関しましては、先ほど言いました VCF の形でいただいてます。で、各その VCF の中には一応ですね、各個人でジェノタイプがコールされた際の、
デックスの状況は入っていますので、まあ、そのあたりトレースしてみることはできますけれども、現状はこのデータベースに表示しているデプスの情報というのは それらを全部を平均して、採取したカバレッジ情報、まあ、平均これぐらい読まれているそういった情報になります。ブラウザーの方に戻っていただきますと、まあ、先ほどよりも少しズームアウトしていただきますと、アレル頻度の方は円グラフから、まあ、こういった縦軸がアレル頻度表示に、変わりますし、EQTA につきましてはスニップとこの上に貼り付いているのはプローブの位置情報なんですけれども、まあ、ある程度その相関の高いスニップとプローブの組み合わせにつきましては、まあ、こういった形で直線で結んでですね、ある程度こう目立つような工夫をしております。で、EQTA につきましても、まあ、こういった詳細表示のテーブルを見ることができまして、こちらが縦側の位置情報ですとか、近部の遺伝子情報、こちらプローブ側の情報で、小屋の間の相関間関連解析の結果が表示されます。で、比較的この相関の強いものに関しましてはこのボックスプロットで、実際の発現量テロタイプごとの発現量を視覚化して今確認することができる、これの詳細については先ほどの論文の方を参考いただきたいと。この EQTA データの利用法のですね、一例なんですけれども、これ約一昨年ぐらい前に、報告したストラテジーなんですけれども、GWAS で、何かしらの疾患と関連が強いと出たスニップは、まだ同時にですね、EQTL 解析をしてもですね、優位に出ると。いうことが、非常に多く報告されていることから、この EQT のデータを使って疾患に関連のあるものをスクリーニングしようということで、この EQT のデータのシグニフィカンスをもとにですね、タイピングするスニップをこう抽出してきまして、で実際にそれをタイピングして、実際に疾患と関連のするスニップを導入したというスタッフになります。でこれを行った際はですね、パブリックでアベイダブルな EQT のデータ、このハブマップのですね、JPT45 人分しかなかったので、これを使ってやったわけですけれども、今回ですね、同じ日本人で、かつ300名のデータに由来する、EQT のデータを、公開することができましたので、よりこういったストラテジーに利用していただけるようになるかと、あれしています。で、ご紹介しましたエクソーン並びに EQTA のデータは、バルクで、ダウンロードすることができます。エクソーンに関しましては、染色体番号1、DB スニップ ID がある場合は ID と R の情報、検体数、フィルター情報。このフィルター情報は、QC そのものも各施設がお願いしておりますので、その各施設で付けられた、クオリティバリューに依存する、フィルターの、パス、フィルターパスしたかですとか、若干クオリティが低いですよ、そういったフィルターの情報が記載されております。あとカバーアイスの情報、ファイル頻度の情報、と最近チェノタイプ頻度の情報を、追加しましたので、これらも、ダウンロードできます。あと簡単なアノテーションですね。これらがタブ区切って、準備しております。EQTL 情報に関しましては同じくタブキーでスニップあるいはプローブの ID とこれらの間の相関解析の結果を用意しておりますので、ぜひご活用いただければというふうに思います。公開しておりますデータはですね、さまざまな他のソフトウェアでも、では
取り込んで使いたいといったあのご要望があるわけですけれども、これは長崎大学のですね三島先生がですね、この我々 の, あのデータベースのダウンロードしたデータをさまざまなソフトウェアに取り込めるようなあのコンバーターをですね作っていただいておりまして、ではあの有名なアノテーションツールのアノバーに取り込んだりですとか、あるいはそのアジレントの、まあ、ソフトウェアに取り込んだりしたことが、まあ、このコンバーターを使っていただくと、まあ、可能になると。こちらも合わせてあのご利用いただければというふうに思います。まあ、今後もこのデータベースですね、あの先ほど申し上げましたけれども拡張を維持していく予定にしているんですけれども、これはまあその取り組みの一つでございまして、要はあの日本人で、まあ、ある疾患とある疾患の原因として同定された権威につきましても、まあ、こういったあのそういった情報をまた集約して研究者の間でシェアするということがやはり今後の遺伝診断等々を考えると重要でしょうということで、こういったあのある疾患と関連があると分かっている変異についてもご登録いただくということを始めました。こちらの現状あの登録制になっているんですけれども、まあ、あのご連絡いただけますとあのログイン ID と、パスワードを発行いたしまして、まあ、そういうような情報を使って、ログインをいただいて、で、まあ、規定のフォーマットに従って、情報を入力していただいて、でアップロードいただくと登録完了で、もちろんあの後日編集することもできます。でご登録いただくと直ちにあのブラウザーの方に反映されまして、まあ、こういったあの先ほどのアジレントバリエーショントラックに、疾患と結びついている変異ということで、表示があります。現在までですね、先ほど の, あの各研究施設の先生方のご協力を得まして、十数疾患の215の変異についてご登録をいただきました。今後ですね、KMG 大学の小崎先生の研究班のご協力を得まして、35遺伝子、600変異を登録する予定となっております。最後になりますけれども、最近はその各ジャーナルで、サブミットする際には必ずこういったあの公共のデータベースになるべく生データに近いものをデポジットしておくことが、まあ、義務付けられているわけですけれども、まあ、そういった機能並びにこう日本人で見つかったものはこういった日本人のデータベースに登録しておきたいというご要望をいただきまして、そういったあのこういったデポジトリの機能を追加いたしました。で、まあ、コンピューアクセスの中にコントロールアクセスが、まあ、選択可能で、まあ、ここにご登録いただくとあのアクセッション ID を発行いたしますので、まあ、それを持ってパブリッシュしていただくということが可能です。はい。で、たびたび申し上げておりますけれども、まあ、今後も拡大を試みていきたいと考えておりますけれども、あのぜひあのご協力いただけるという先生がございましたら、ぜひご協力いただければというふうに思います。簡単にあの京都大学で行っております、まあ、シーケンスデータ解析のですね、パイプラインについて簡単にあのご紹介したいと思います。特別な解析は特にないんですけれども、
機体からできたファスト Q ファイルと、まあ、まず QC と言いまして、で、まあ、これを切って、まあ、クリアすれば、まあ、BWB でアライメントで、アライメントをもらった後に、まあ、マッピングですとか、まあ、BCI のデュプリケート割合ですとか、あるいは、まあ、ペアレンズの場合は、まあ、インサートサイズのウェブですとか、で、あとターゲット領域で、まあ、どれくらいカバーができたかということを、まあ、最初にチェックいたします。で、その後、まあ、TATK を使っているんですけども、クオリティバリューのリティアグリゲーションですとか、まあ、リアライメントを行った後に、SMV、バリエーションを考慮いたしまして、で、このバリエーション、先ほどこの QC の話をしますけれども、この、QC の作業を行って、その後、アノテーションのところで、DB3 の情報ですとか、今回のデータベースの頻度情報ですとか、アミノ酸の変化に関するスコア等々を、付け加えて、実際にコンピューテーションのスクリーニングを行った流れで作業をしております。で、スライドが小さいですが、まあ、実際のテーブルでですね、まあ、染色体の位置情報やアリル、コロン、アミノ酸変化の情報に加えて、各個人の検体のデノタイプが、まあ、00001というコードで、まあ、並んでおりまして、で、RSID、クオリティ、並びにこの、このデータベースのアレルヒントをこう付け加えて、これ Excel ですけれども、Excel のフィルター機能が非常に便利ですので、まあ、この辺のヒントでですね、スレッシュホールドを決めて、表示を変えつつ、実際に変異を探索いただく。先ほど代では、まあ、こういった作業をしております。これは、まあ、実際のテーブルの例なんですけれども、例えばですね、フィルターすると、まあ、まあ、これ例のシートなんですけど、バレル頻度0でですね、だけは残しても、RSID が例えばいくつか残ったりするんですね、最近。要は最近、その、公共のデータベースにも、やはりその、疾患と関連のあるものですとかが、だんだんこう蓄積されるようになってきておりますので、それこそ一昔前、この RSID のあるなしでフィルターをして、実際に疾患と関連のある変異を同定するっていうのは、まあ、非常にその常套手段だったわけですけども、最近はですね、これでやるとちょっと危険なんじゃないかなというのを、まあ、最近個人的には思っておりました。まずはこのアレル頻度、日本人のアレル頻度で、フィルターいただいて、まあ、いろいろ考えながらやっていく方が安全ではないかというふうに、まあ、まあ、現状ちょっと。最後に言うと、これちょっと簡単に宣伝なんですけれども、京都大学ではですね、毎年こういった MBS コースというものを開催しております。一昨年度から始めまして、すでに2回行ったんですけれども、大体3日から4日間ぐらいですね、朝から晩まで、要は合宿のような感じですね、先ほど中田先生が少しお示しされておりました呪文をですね、学んでいただくと、習得していただくという、非常にシビアかわからないですけど、そういった合宿ですけど、一応海外からですね、著名な先生をお呼びして、で、次世代関係ですとか、まあ、面積、あるいはその、関連解析等々の実際のコマンドを習得して書いていただくという、そういう、で、まあ、実際の場面ですけれども、
毎年40名ぐらいの方々にですね、ご参加いただいておりまして、で、まあ、我々のラボのドライのスタッフが、まあ、大体こう周りにこう目を光らせて配置されておりまして、で、まあ、トラブルがあれば、まあ、各、生徒の皆さんをフォローするというような、まあ、そういったコースになっています。コースの後はですね、これも国際シンポジウムを行いまして、これもそのコースに来ていただいた講師の方だけではなくて、まあ、NGS 並びにこのコミックス等々の、要は著名なこの海外の講師のスピーカーの方をお呼びして、1日ないしは2日ぐらいの国際シンポジウムを行っております。これ一昨年度で、昨年度ですね、昨年度はバイオバンク、海外でバイオバンクをされている方等もお呼びいたしました。今年度もですね、開催する予定にしております。おそらく年度末近くになると思いますけれども、また具体的なですね、スケジュール等々決まりましたら、周知させていただきたいというふうに思っておりますので、ご興味がございましたら、ぜひ、ご参加いただければというふうに思います。以上です。